島直香インターネットいけばな教室です。今日は第三応用、理心系投げ入れてみましょうか。ではね、縦の添え木止めの構造が見たいっていうから、はい、用意しました。パカーッとこのぐらい割っております。さあ、そして芯ですけれども、まあ、赤目頭がついちゃうんだけど、あるから器の高さ直径足し合わせて2倍、それ中に入る分量ちょっと短いかな。器の高さ直径足し合わせて2倍で中に入る分量、このぐらいでいきましょう。これこういう感じで、で見て、器と同じようにハサミを立てるの。そしてこうやって持っていって切ったら、もう自然と15度を作るね、切り口になるでしょ。で、まあ本当は赤目頭って枝じゃなくて草物に近いけど、もうそれでもやれないことはないでしょう。はい、このぐらい、はい、見てね、ね、ペローンってやっちゃった。そしてまず15度シュッ、はい、15度、はい、絶対立ちません、この状態では。キュッと来て45度で立つんです。はい、45度、4分の3だからこのぐらいね、こう中入り分取って、こういう感じでいきたいね。よし、はい、これいっぱい咲いた。さあ、そしたらこうなってるでしょ。はい、よく見といて、これこう持っていくよ、シューって。はい、クロスしたの分かるね。中に沈める。ちょっともうちょっと15度がこう立ってる方がいいね。はい、どうでしょう、15、45ね。で、お花ちゃん入れてから中の中ビデオ止めてお見せしますね。よいしょ、はい、控えアナスタシア、綺麗でしょ。グリーンが上の半分、ここぐらい中に入る分足して、はい、バネにしてある。で、これがピヨーンときて、はい、はい、しっかり入りました。はい、15、45、75。さあ、じゃあ次々と入れていきます。はい、ここも同じように、ほら、バネみたいになってるでしょ。で、この辺こう入れたいのね。よし、いい感じに当たらなかった。で、こっち、ほら、もう取ってるの分かるよね。当たるって分かってるんだから、もうサクッと取っちゃってます。さあ、ちょっと短い方がいいかな。ちょっとほら、こクッとなってるし、これを利用してこう入れてるのね。どうかな。ね、うまく入ったね。でも今の現時点でここ丸見えということで。後ろの重心入れるの忘れてたわ。ね、まずここ、こう。これどうしよう。こう当てようか。ほら、こう切って前に当てて止めるよ。
い感じで入ったと思ったらちょっとダメやったね。こう入れたいんよね。こう。どうでしょう。で、あとこことここのね。はい。じゃあこれとこれでこのね、サイド入れていくよ。よいしょ。あの菊の葉っぱが結構ね大きくてしっかりしてるから、ともかくこことここシュちょっと大きいかな、でもまあいいでしょう。こういう感じで、こういう顔が見えるよ。ちょっと大きすぎるね。でもここ入れたいな。こういう感じでね。ちょっと取ろうか。葉っぱ1枚取ります。ほら、どうかな。これで楽になったと思うんだけど、はい、15、45、75、第三王葉立身形三方正面です。はい、完成です。お待たせしました。それでは角度確認の回転いきますよ。45、15、75、横から見てどうですか。15度、45度、75度からこの芯の後ろの重心の確認もできるでしょ。そんなにピタッとしてないでしょね。ちょっと距離感出してます。どうでしょう。15、45、75、サイドもしっかり入ってますよ。はい、第三王葉立身形投げ入れ三方正面ね。芯がピタッと15度で45度、75度、ちょっとねいつもとはこう感覚が違うかもしれない方、正直私第三王葉苦手ですけど、まあでもそれなりに入ります。で、必ずここねふっさり入れといてください。はい、レッスン終了です。